今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授で医師の木下博勝さんにお話を伺います。木下先生、おはようございます。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。いや、寺さんもね、はい、患者さんが、ええ、もう寺さんによろしく伝えてくださいという人がもう殺到しててですね。<laughs> あの、まさかそのためにジャガークリニックにお見えになるわけじゃないですよね。いや,いや、多分ね、僕はそうだと思いますよ。ええ、いや、もう寺さんのファンってすごいなと思いますよ、ね、木下先生目当てで。 いやいやいや、しかもね男性の方多いですよ。私女性じゃないですか。いやいや本当にね寺田さんってすごいんだなと思いますね。いやいやもうね埼玉新都心ジャガークリニックにぜひともチャンスがあります。どうもありがとうございます。皆様によろしくお伝えください。ありがとうございます。でも嬉しいですよ励みになりますから。あそうですよね。ぜひとも皆様によろしくお伝えください。はい承知しました。さて木下先生。 はい、大相撲の横綱、白鵬がです、ね、今週月曜現役引退日本相撲協会に申し出てえ昨日定例理事会で引退が正式に承認されました、はい、で引退の理由がです、ね、右膝の状態の悪化と見られています木下先生、白鵬優勝回数歴代最多の45回です、まあ、こ,れこの回数というのはもちろんおその相撲界に大きな功績を残したわけですよね。 そうですよねあの関係筋からは9月の場所前からもう白鵬が引退するっていう情報はまあ入ってたんですねあそうなんですねただ、現実になってまあ寂しい気持ちっていうのが正直なところですね、えー、まあでもこのこの先塗り替えられることはないであろうやっぱり45回ねこれはちょっとすごいと思いますよ、えーえー、いやもうちょっと行けたような気もしますけどね。はあはい その白鵬です、数々の名勝負を繰り広げました、木下先生、印象に残っている僕ね<っ>、まあ、実際に自分が国技館で見た一番なんですけれども、はい、大関・稀勢の里が十四日目に横綱白鵬と対戦して、はい、白鵬がすごい気迫で強引に前に出ていったんですよ、はい、それを稀勢の里が受け止めて、はい、投げ飛ばしたんですよ。へー そしてついに悲願の日本人横綱とそううでしたかもね場内、泣いてる人すごく多かったですよでも、そういうのに横綱らしく立ち向かった壁になった白鵬ですね。 これはもうちょっと印象に残りますねそうですねははい。はい。さて1990年代に活躍した元女子プロレスラー風間留美さんが亡くなったことがえ今月22日に分かりました55歳でした木下さんの奥様ジャガー横田さん面識はありましたか ええあのー、これ風間さんが部屋で死亡しているのを発見されたという連絡は、ええまあ、ジャガーの元にもまあ早くから来ていたようなんですが、ねええまあ、とても残念だと言って少し落ち込んでましたけども、ええ、あの風間さんはですね全日本女子じゃなくてジャパン女子プロレスなので、はい、直接的な対戦というのはなかったそうなんですね。ええ、ただあの風間さんキキッックボクククボボシシンンググ出身での友人を介して まあ古くからの付き合い、これはあったそうなんですね、はあえー、で多くのレスラーが風間さんのこの死にコメントしてるのに、えー、ジャガーは出さないので、はい、なんであなた出さないのって聞いたら、ですね、えー、自分は同じ団体になったこともないのに、はあ、そんな親しい顔をして、ね、出せないと、はあ、自分は出すべきじゃないと思ったんで出さないんだと、はあはあ、なんかそういう変なポリシーがあるようですね。いやいや筋を通すすってことなんででうねねそうみたいです、ねえーはいは さあそれではですね今朝のテーマいきましょうこちら緊急事態宣言全面解除そして軽症患者用治療薬ソトロビマブとは 政府は19の都道府県に出していた緊急事態宣言そして8つの県に適用中だったまん延防止等重点措置を昨日30日の期限で全面解除しました緊急事態宣言が解除される地域では1ヶ月程度飲食店の営業時間の短縮などを続けて行動制限の緩和を段階的に実施するということです緊急事態宣言の解除そして 行動制限の緩和、これを段階的に実施する、木下先生、これはどういうふうにご覧になってますかまあこれまでのリバウンドということを考えると、はい、まあやむなしといったところでしょうかね、えー、まあ実際にこの段階的措置が効果があるかどうかは、もちろん検証結果を見なければ分かりませんけれども、はい、まあ過去と同じ鉄を踏まないというように策を講じるのは、<え>まあこれ、当然な流れだと感じますね。はい そうした中ですね厚生労働省、先月27日新型コロナウイルスの治療薬としてイギリスの製薬大手グラクソ・スミスクラインが開発した点滴薬、ソトロビマブ、これを承認しました軽症患者に使用できるこの薬としては抗体カクテル療法に続いて2種類目となります。抗体カクテル療法これも軽症患者に使用でできる点滴薬ですがソトロビマブ ここれはこの抗体カクテル療法とはどういうういい違があるんでしょう、はい、あのウイルスが細胞に感染するのを防ぐ中和抗体、<え>これを使うのはです、ね、抗体カクテル療法と同じなんですけれども<え>抗体カクテル療法は2種類の中和抗体を混ぜて使いますが、はい、このソトロビバムは中和抗体は1種類なんですね。 まあ使い方は抗体カクテル療法と同じで点滴で行います、はい、現在は入院して行うのが対象なんですけれども今後はですね安全性が確認されれば外来や往診での使用も可能とする方針なんですね、えー、まあ対象となるのは重症化リスクの高い軽症や中等症の患者さんで 国内で承認された新型コロナ治療薬としては5例目、はい、軽症向けの治療薬としては2例目になりますね、はい、このソトロビマブ、有効性とか安全性、これはどうなってるんでしょうこれ、薬を開発しましたグラクソ・スミスクラインによりますと、1057人を対象に、海外で行われた治験ですが、はい、え入院や死亡のリスクを79%減らす効果。 これれが確認されてるんですね、はい、また副反応としては投与されて24時間以内に発熱、呼吸困難、おかん、めまい、発疹などが、えー、確認されています、はい、それから1人がアナフィラキシーを起こしたということが報告されております、はい、このソトロビマブ、軽症患者の治療薬として使うわけですが、木下先生、これはどういうふうにお考えですか。まあ、これれ専門家のご意見と同じなんですけれども、えー 薬の供給量というのはまあ限界があるので、はい、まあ今後です、ね、一つの薬だけでは不足するほど感染が急拡大したとき<え>こういう場合に備える必要がまずあるんですね、はい、さらにまあここが重要なんですが重症化の防止という観点から複数の薬がまあ安定的に供給されていれば<え>これまあ助かりますよね、はい、そして必要な人に必要な治療が可能になってきますので これ外来や往診でも使える根拠となるように、はい、安全性が早く確認されたらこれまあいいですよね、ねまあ近い将来ですよ、これは。えー、一日も早いのをもう望んでますね、これねねそうです、ね、これ往診とか外来でも使えるようになると、はい、まあ相当重症化で、まあ、死亡する人、減っていきますすねねそうなんでで、ねえー、これは期待ですね。はい はい、そうですね。今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博一さんにお話を聞きました。木下先生、ありがとうございました。どうも失礼しました。